皆さんこんにちは、下地幹雄でございます。 YouTube いつも見ていただきましてありがとうございます。今日は沖縄電力の電気料金の値上げについて私の考え方を示していきましょう。写真に写られている方が沖縄電力の本永社長です。今本当にご苦労いただいてますね。頑張ってください。しかし本永社長、 39% の値上げは県民はノーです。それだけははっきりしておきましょう。これですね、見ていただきたいんですが、九州の方々と沖縄県民とでこの30年間で6000億円沖縄の方々は過重に電気料金を払ってきました。九州電力の電気料金と沖縄電力の電気料金が違いがあるから6000億円ですよ。大きいですね。家庭用で1780億円、事業用で4180億円、これだけ違いが出たら産業はできませんよね。さあ、じゃあ沖縄電力は今まで国の支援はなかったのか。年間24億円離島の島々があるからお金もらってきました。石炭税、石油税もらってきました。固定資産税も減免されてきました。10年間で444億円、20年間で888億円、30年間だったら計算できませんね。1300億円近くお金もらってきたんですね。しかし内部留保が1300億円しかない。ちょっとこれだけの国の支援、税金をもらっておきながらこれでは良くないと思いますね。皆さん、沖縄県はですよ、沖縄電力の3番目の大株主なんです。 5% も持ってるんです。その沖縄県が6000億円ずっと払い続けている最中であっても沖縄電力の電気料金を下げれと言わない。今回も 39% の値上げをするというのに何も対案を出さない。知事が東京に行って経済産業大臣に補助金をください、そんな馬鹿げた話で世の中済むわけじゃないですか。大株主の責任を沖縄県は果たしてこなかった。私はこの責任も大きいと思いますね。私はね、提案します。沖縄電力が今申請した料金を3分の1に申請を変える、これが幹雄の提案です。普通会社構成法になった会社、そして銀行の管理官になった会社は何するか。1番資産を売ります。2番関連会社、そういうようなものを焼却します。3番待遇の見直し、そういうことをやります。沖縄電力、当たり前にこれやってもらいましょう。まず資産はこの沖縄電力ですから公的な役割もあるので民間の人には売れません。沖縄県が沖縄電力の今不動産とか機関の資産が1300億円ありますから、それを沖縄県が買って沖縄電力にリースで貸します。もう20社ぐらいある沖縄電力の子会社全て民間の会社に売却します。民間の会社に売却してその売却益を今度の値上げに充てます。私が見ている感じだと電力の決算を見ると子会社との決算の差が200億円ぐらいありますから、300億円ぐらいでは全企業売れるんじゃないかと思いますね。3番目待遇の改善します。相談役はもうやめません。参与もいりません。顧問もいりません。 LINE 以外は給料は出さない。これを明確に社員に示す、沖縄県民に示すことが大事です。しかし私は一般社員の給料はこのままでいいと思っています。彼らは頑張らしましょう。再建のためのエネルギーとして必要だから彼らは触らない。しかし役員報酬と今言ったようなこのラインじゃない参与や顧問や相談役全てやめてもらいます。そのことによって2000億円近くの剰余金が出てきますね。今年の決算見ると内部留保が1300億円あります。これ本当は間違いですよ。私は3000億円近くまで内部留保あるべきだと思いますが、いろんな仕事をして失敗して特別償却をやっている、もう個別のことは言いません。しかし本当は3000億の内部留保があるべきなのが1300億円だ、これだけは県民の皆さんに言っておきましょう。それで合計すると3300億、この3300億で私たちは3分の1の値上げに抑える、そういうことをするんです。
県民の皆さん、結論です。結論は500億円の値上げの料金のこの3300億円の余剰金で毎年300億円当てて3分の1の値段で沖縄電力の申請を終わらせるようにします。この10年間で経営を立て直して余剰金を使わなくても電気料金が今よりも安い会社にするように頑張ってもらうんですね。皆さん、ここで問いかけです。今度の申請で沖縄電力の値段は1万3000円になります。九州電力は値上げをしません。8000円です。この差が5000円なんです。1年間で1家庭あたり6万円の開きが出るんです。先ほど九州の人よりも6000億円高く払ったと言いますが、このままの数字だと1兆円超えるかもしれません。私はさあ沖縄電力が頑張って県民のために九州電力と同じような値段をつけられるような会社になって沖縄電力として残るのか、それとも電気料金を下げることができない、九州電力との差が5000円を見切れない、そうなったら沖縄電力は九州の支店になった方が沖縄県民の経済や生活や発展を作ることになる。それがどっちに傾くのか、この3年5年が勝負です。だから沖縄電力の職員の皆さん、沖縄県民の皆さん、沖縄電力を応援しましょう。応援して応援して九州電力よりも安い沖縄電力が作られるようにみんなで努力してみましょう。この努力に期待したいね。余計なことはしませんよ。余計なことはしない。ザル経済を解決するとかそんなこともしない。自分の仕事だけに集中する。県民すべて見てますよ、あなた方の動きを。真剣に頑張って県民のためにいい会社になってください。